どうもこんばんは、瀬戸コーチです。8月の11日0時55分、新居生活何日目だ分かんないけど、この辺に貼っとくけど、ついに G が出ました。ふっと後ろ向いたら僕の後ろちょ通ってて、うわーって思いましたね。本当に僕嫌いなんです。 G が本当に嫌いなんです。クソっていうことで今すぐコンビニ行って買ってきました。本当はゴキジェットが良かったんだけど、キンチョールジェットってやつしかなくて、でも参拝ジェットって書いてあるんで、ジェットさんに頼むしかないっていうことで、一応ゴキブリも効くってことなので、直接かけてくださいとやってみたいと思います。飛ぶ距離としては30センチ以上は飛びます。まあ、なるべく至近距離でね、当てた方がいいと思いますけど、さっきね、あそこのね、布団のね、影のとこ、ちょうどこの指のね、この辺のとこスッて行ったんですけど、俺がコンビニ行ってる間に、どっか移動していないです。だからこれから探して、やります。ここの布団の裏にいそうなんだよね。うわ、すごい。多分この裏なんだよ。こういう時って本当緊張するよな。いないトン、トン、クレレの穴の中入ってるところだよ。ウィオレいないな。こっちとこ行ったのかな。いねえ。ゴキがいる中で俺寝なきゃいけないのか。8月の11日、初めてゴキブリが出たんで、G が出たんですけれども、見つけられませんでした。またいつか見つけた時には、このキンチョールジェットで、ホームレスある動画をアップしたいと思います。楽しみにしててください。じゃあの。いました。ゴキブリ発見した。ここのカバーとこにいる。消えた。カチカチいってる、カチカチいってるぞ。あ、いた。いた。はい。なんだこれ、効かないぞ。緊張するとがなかなか効かない。効かないぞ。よし、やった。やりました。よし。平和が訪れた我が家なんですけれども、ここにね、まあ、死んでるんですけど、もう僕諦めてたんですよ。もう今日寝るかと、寝てる時にゴキブリできたらどうしようか思ってたんですけど、静かにしてたらこのゴミ袋があるんですけど、カサカサって言ったんですよ。カサカサ、それも聞き逃さなかった。もうすぐここ来てさって見たらゴミ袋と思いました。にしてもね、キンチョールジェットね、効きがね、もともとそのゴキブリ専用にできてるものじゃない、その蚊とかハエとかそういうのを倒すためのものだから。でも一応ゴキブリもいけますって書いてあったんだけど、ゴキブリ専用じゃないからちょっと効きづらかった。近所のコンビニね、3軒行ったんですけど、キンチョールジェットしかなかったっす。本当はゴキジェットがいい、そのゴキブリ専用に作られたものね。ついに G をね、やっつけたというお話でした。ごめんな、裸で。うちね、冷蔵庫も洗濯機もベッドもないんですよ。で、料理もまともにしてない。やっぱね、外から入ってきちゃうんですよ。玄関とかだって扉の下の隙間とかちょっとあるじゃないですか。なんかやっぱね、外の隣の部屋とかいろんな外から入ってくるんですよ。なのでゴキジェットは買っていこうと思いました。皆さんもね、この暑い時期共に戦っていきましょう。以上、瀬戸工事による初めての G でございました。じゃあの、これでゆっくり寝れる。